スタート。マスンライン上、ラクワタグ、千葉県。今大会の常連者でもあります。ベテランと言ってもいいでしょう。フロントバット。ワイティ。チェストでのワン。足が滑ってしまいました。残り1分21秒としたところで桑田君ラインを譲ります。続いてライン上には松本玲、ギボンジャパン、そしてヘイワイルドのライダーです。グラブ、大きなエアです。ピンの中にグラブを入れてきました。ジャパングラブでしょうか。さあ、ハイタッチを交わして北条、オート。ヤクワサグ、プラサリンライジョフロントバット360、コンボに持ってきます。360はわずかに芯を捉えきれません。さあ、松本レイ4トライ、ゴンジャパンのライダー、フロントのヒート、わずかにずれてしまいます。グラブ、今度はヒート、今度はしっかりと決めてきた。そしてバックからのフィート、ここでラインを譲ります。ヤグアタックライン上です。おっと、フリーフォールを狙ったんでしょうか。押し腕のバントバウンス、そして前向き、逆方向にも540、1回転半回し込んだんですが、最後にラインを捉えきることはできませんでした。大きなエア、バックからサーリーバックリーバーで持ってきましたが、2度目で少しラインから外れちゃいます。残り1分6秒残しています。松本で再びナインド打ってバウンスピードロップ、ダブルフットプラント、ミスティでしょうか。フロントにワンエンティ、さらに蹴り込んできましたが、着地まで持ち込むことはできませんでした。さあ、そこでリブナンバー15番、残り38秒残しますヤクワタグ。30秒切りました。アッセンション、チェストバウンスからの360、そしてお尻で着地します。逆方向にも両方このアッセンションを決めてきました。バリエーションとして右に左に回してきます。おっとスピン2回転を狙っていたんですが、少
し軸がずれてしまいました。さあ残り6秒としました。ヤクワタックです。そして回数は残り40秒となろうとしています。アーツオトレイハイポージー。ライン上、取りましたか、どうでしょうか。